恐竜界の王者ティラノサウルス。その顎ときたら爆発的芸術家。彼に天敵などいない。まさに恐竜界の矛である。川のキングクロコダイル。視界に映った獲物は忍者のように忍び確実に仕留める。川において天敵などいない。まさに水中界の矛である。ふと思った。恐竜界の矛と水中界の矛を戦わせたらどっちが勝つのか。そんな夢のような戦いが今現実しようとしている。闘技場を愛してやまない皆さん、こんばんは。ジョン・カニタです。この試合の解説は今スルメイカが食べたいタコボンドさんです。タコボンドさん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。スルメイカ買いに行っていいですか？ダメです。はい、すいません。さあ、今回もたくさんの声援が聞こえます。選手たちの心にも響いてるに違いないでしょう。そうですね、サポーターあっての試合ですからね。今日の天気は晴れ。温度40度、湿度6度、コロシアムにもってこいな環境です。環境が悪いと選手たちにも影響が出ますからね。水分補給をお忘れなく。あ、じゃあ一杯ですか？はい、すいません。ふう、あ、じゃあ私もそれいいです。これ私のなんで口つけないでください。はい、わかりました。いやー、場内の雰囲気も盛り上がっていてですね、いい試合を期待したいところですね。はい、こういった素晴らしい雰囲気になりましたから、選手たちのテンションというか、そういったものが必然的に上がってきますよね。はい、楽しみですね。今日はそんな一戦を迎えています。選手たちの様子はどうでしょう？静かに様子を伺うティラノサウルス。恐竜の王とて緊張はするものです。観客の声援、期待が重くのしかかって彼にプレッシャーを与えます。プレッシャーを押し切って言ってほしいですよね。そうですね。続いてこちらはクロコダイルの控室。尻尾を立て頑丈の顎をアピールしています。こちらは気合が入って素晴らしいですね。はい、自慢の顎をうまく出し切ることができるのか期待です。さあ、観客も盛り上がってきました。間もなく始まります。素晴らしいお天気、素晴らしい観客、素晴らしい選手登場です。なんとクロコダイル、早速扉を破壊。さすが、お互い今まで以上に闘志むき出してくると思いますからね。さあ、クロコダイル、地元では破壊神と呼ばれています。母からの手紙、今日は一日頑張ってくるんよ、だそうです。いい家族ですね。おっと、ここで大きく前へ前進。こうやって見ると大格差が結構ありますね。様子を見たかスルー。序盤の動きが大切ですからね。さあ、ここで動いた、どう展開する。お互いやる気満々ですね。なーっと、チャンス。ティラノ全身のボディを使い押し切る。おっと、左サイドから、おっと、止まることのないマシンガン。ここで決着がつきました。ド迫力な試合でしたね。まるで眠れる獅子が目を覚ましたような攻防戦。母への思いは虚しく、クロコダイルはここで敗北です。残念。圧倒的差が出てしまったのでしょうかね。なるほど、夢の戦い、今回勝ったのは恐竜の王ティラノサウルス。皆さん、決闘の王者に大きな拍手を。そろそろお別れの時間となりました。今日は私、ジョン・カニタがお送りいたしました。解説はタコボンドさんにお願いいたしました。タコボンドさん、今日もありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。では皆さん、ごきげんよう。さようなら。